楽曲家、バイオリニスト、指揮者。本来の使命はドイツ語で、ルートビヒ・シュポーアというが、ビルトゥオーソとして活動するようになると、フランス語名ルイと名乗るようになった。シュポーアは、ブラウンシュバイク流ネブルク公国のブラウンシュバイクで1784年に生まれた。母親は歌手でありピアノも演奏し、父親はフルートを演奏する音楽一家であった。1八十六年に、 一家は、税前に移ったが、幼少期より、バイオリン演奏の才能を示し、1790年代初頭からは、作曲も始めていた。1799年、ハンブルクでの最初の演奏会は、失敗に終わったものの、ブラウン・シュバイク校、カール・ビルヘルム・フェルディナントの宮廷楽団に15歳で、職を得た。3年後の1802年になると、公爵の援助を得て、 バイオリンの巨匠フランツ・アントン・エックに支持すべく、サンクト・ペテルブルクに1年間渡る。バイオリン競争曲第1番を含む最初の著名な作品は、この時期に誕生している。帰国すると公爵から演奏旅行のための休暇を得て、1804年12月には、ライプツヒに赴いて演奏会を行った。この演奏会では、シュポアのバイオリンの技能だけではなく、 自身の優れた作曲能力によって当時の有力な音楽評論家フリードリヒロホリ法律を感服させた。この演奏会の成功によってシュポーアは一よにしてドイツ語圏の楽団で有名になった。以後、シュポーアは豪太の宮廷学長に就任したため1805年から1812年まで同地に滞在した。そこで当時18歳のハープ奏者ドレッテ・シャイトラーと出会って 恋に落ち、翌1806年2月2日に結婚した。1808年には、ウィーンでベートーベンと知り合い、幽霊トリオの練習に加わっている。1813年から1815年の間は、ウィーンに滞在し、アンデア・ウィーン劇場の指揮者を務めた。ベートーベンとの友好的な関係は続き、彼の公共局第7番と戦争公共局の初演にも参加している。 シュポアは、また妻と共に、バイオリンとハープの二重奏を組み、演奏旅行で1816年から1817年までは、イタリア、1820年に、イングランド、1821年には、パリで演奏会を行って、成功を収めたが、ほどなくして、出産と育児期間に入ったシュポア夫人は、音楽活動を諦め、家事に専念した。 1817年から1819年まではフランクフルト歌劇場のオペラ監督となり、ウィーンでは劇場オーナーとのさかいによって上演を拒否された自身初のオペラ、ファウストを上演することができた。1822年からはウェイバーの申し出によってカッセルの宮廷学長の役職を得ることができ、これは彼の没年まで続いた。1834年には、 妻のドレッテが不慮の死を遂げた。シュポーアはひどく嘆き悲しんだが、1836年1月3日に29歳のマリアンネプ・ファイファーと再婚した。1851年、カッセルの選定校は雇用契約に基づく権利であるシュポーアの2ヶ月の休暇について許可証への署名を拒否した。そしてシュポーアが許可証なしに出発したため、 給与の一部が差し引かれることになった。1857年には自らの望みに反して引退させられ収入は減少した。指揮者としてはまだ健在であったが、同年冬に事故によって腕を骨折したため演奏家としてのキャリアは終焉を迎えた。その2年後の1859年10月22日、カッセルで死去し、当地の中央墓地に埋葬された。 シュポアは多作な作曲家であり、作品表は優に150曲を超える。その上、作品番号のない楽曲もたくさんある。すべてのジャンルにわたって作曲し、9つの公共曲は、先輩作曲家に習った古典的な様式から、第9番、四季イアーレス祭典における、表題音楽的な様式へと移り変わる過程と、進化を示している。しかし、むしろシュポアは、 当時のバイオリン音楽作曲の並ぶもののない大家であり、全部で60曲を残した。そのうち、オペラのアリア様式で作曲された、バイオリン競奏曲第8番のように、形式的に演習にとらわれない作品もある。シュポーアの室内楽曲は36曲あり、その上2つの弦楽四重奏のために作曲された、副弦楽四重奏曲がある。その他の編成の四重奏や、 二重奏、30層、50層、60層、8重奏や9重奏のための楽曲のほか、バイオリン独奏曲やハープ独奏曲、夫婦で演奏するために書かれたバイオリンとハープのための二重奏曲も、ある。今日では忘れられているものの、ファウストや、ゼミーレと、アゾールゼミレウント・アゾール、イエソンダジェスサンダといった、最も優れた歌劇は、19世紀から20世紀前半までは、 人気のレパートリーだった。しかし、イエソンダは、ヨーロッパ人の主人公とインドの姫君との恋愛を描いているため、ナチス政権により上演禁止に指定された。歌曲も数多く、さらにミサ曲や合唱曲もある。シュポーアは著名なバイオリニストであり、アゴ宛ての発明者であった。名式者として、最初に指揮棒を使い始め、アルファベットの大文字による、 練習番号を使い始めた最初の作曲家でもある。音楽活動の傍ら自助伝を表している。全5曲、全7曲、全36曲。これらのうち、華麗なる四重奏曲という表題の曲は、実質第一バイオリンを独奏楽器とする曲で、作曲家自身のために作曲された。室内楽曲声楽曲。ありがとうございます。